ちらで84でございます。行きましょう。先行鎮座ドアプレス高校総運レディファイ。部屋の空間で今閉じこもって男同士 MC バトルするより、このビートみたいに晴れやかな天気の真下で遊ぶようにサイファー、みんなでヒップバー、街角でフォンタ鳴らした、戦うバトル、勝ちも負けも価値観、お互いの金別にな、だってフリースタイル。寂しいっすよ先輩、俺にとっちゃ夢のような時間なんだぜ。なあ、昔 DVD で見てた人とこうやってマイクで会話してんだぜ。ありがたい、ありがたい、まだ先がある、俺には先がある、こうやって先輩が見せてくれるから俺にはまだ先がある、信じられる。そう、一緒にあの景色を見よう、まだ先、君が見ている目、その映像、何が映るかわからないけど二人が同時シンクロするとき、今この瞬間、あの DVD から現実になってる、この細胞が今花開く、このタイミングでみんなと遊んでる渋谷、今まさに My for my love。あんたとこうやって会話する前は正直会話になるのか不安だったけど、そうやって俺の目線に合わせてくれてくれる先輩が最高だぜ。一生の景色を見ようって、あんたが向こうを向いた時、俺にはまだあんたの背中しか見えなかった、それに今この瞬間手が届くかも。向き合ってる今この空気を逃さず俺たち捉える、えい、楽しんでるこのフリースタイルで今どの想像させるか、yeah、見てる転がるダイスの目の先、追ってる今からさ、賭けじゃないこの感覚、まさに今花開いた間、この間からに愛が、もうあんたのバスを聞いてりゃ自然と笑みがこぼれる、楽しいだけが音楽じゃないけど、やっぱり楽しくなけりゃ音楽じゃないな、言うことを全て覆すわけじゃない、紆余曲折に3点1点抜刀した後、でももうすぐあんたの10カウントだぜ。倒れそうで倒れないのがドークネスタイム、負けたかな負けたかな負けたかな、けど勝ってた、何度だって倒れてまた生まれ変わる、その瞬間楽しむ、怖がることある、ドキドキワクワクハラハラしながら、俺ならここだな。正直負けたか負けたかなんかだってどうだっていいよ、貫いたか曲げたかだけ通して俺たちここに立ってんだろな先輩、俺たちはこのマイク、マイクもちゃ MC、 そりゃ違うな、あマイクコントローラー、それ以上に心を揺さぶるマインドコントローラーさ。終了です。さあ決まるかどっちかを聞きますよ。先行チンザロープです。高校3、もう一回延長、はい、総運に来てもらいました。さあ、まあ、昨今 の、はい、関西で行われてる MC バトルはもう全部出場してると思うし、そこで、かなりの好成績を残してるよね。そうですね、うん、ありがたいところに、まあ、一貫してもらってるんですけど、勝てないんですよね、うん、最後まで。はい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 、はい、で今日ですね。そうだね、はい、今日行ったらもうなんかもう大丈夫になりそうですね。そうですね、うん、はい、ちなみにその今日に対する準備みたいなのはしてきた？いや、してないです。うん、もういつも通り、はい、そのままでですね。ちなみに当たりたい相手、当たりたくない相手とかいる？やります。じゃあまず当たりてーのは誰？いや、いないです。いつもそういうのないんですよ、うんうんうん、誰ともやりたくないですよこいつ。あ、ほんと。じゃあもう絶対やりたくねーっていう、もう一人っていうかもう全員って感じだ。全員やりたくないです。あ、はい、そのきっとその傷つけることが嫌いなんだね。うん、うん、ですね、うん、はい、でもそういう人間にしかできないバトルってあると思うからね、はい、そういうことをすごい詩的表現で表現してくれるからこそ、ソウンが喋っていく言葉にどんどん引き込まれていくのはだからだろうね。もうやっぱ牙むいてガッと噛みつくじゃないじゃん、殺し方が、うん、文学的だよね、うん、さあさあ、じゃあね、ソウン見てるみんなに最後今日の意気込みをバチコンとお願いします。いつも通り頑張ります。ウェイヤー。あ、でもいつも以上の方から、うん、はい、取りに来てます。
それよ。ソウンでした。ありがとう。うわいよー、鎮座ドープネス来てもらいました。こんにちは。どういう風の吹き回しなんですか。バトル出てくれるようになって。とりあえず、はい、あのゼロからスタートです。なんで出てなかったの。あのやっぱフリースタイルダンジョンの盛り上がりの波にはついていけないじゃないですか。はいはいはいなるほどね。目回っちゃうと思う。はい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 、僕みたいな性格なんです。じゃあ、うん、まあ終わったし出てもいいかな的な。一段落したな。よし、残って人だけ残ってるぞ。はいはいはい、はい、そしたらもうガンガン結果残しちゃってもう待ってたよ。やらさせていただきます。ありがとうございます、うん、ありがとう。本当よく出てくれたよね。はい、そうですね、うん、まあ、なんか審査員してた、うん、まあ、高校生ラブ選手権とか、うん、そういうのとかもこうやらせてもらってたけど、やっぱりやる側だよね。そうだよね、気楽だよね、はい、やる方がね。やっぱさ、ね、採点はさ、例えばその採点一つによってその MC の人生すら左右しかねないみたいなところまで責任感じちゃうと、ね、なかなかね、しづらいのよ。しづらいっすね。延長引き分けがもう毎回出してたみたいになっちゃうのよ。そうっすよね、ジャッジ本当にむずいっすね。なんかもう、やっぱそこに立たせたい自分、うんうん、はいはい、最近の俺はどうなの、立つと、うん、うん、ですね。いやじゃあね、あの作戦なんか考えてる。ごめんね、考えてないの知ってる上で聞くよ。作戦はあんの。作戦ですか。作戦はやっぱ意識しすぎない。そうなんだよね。で炎上するんですよね。そうだよね。もう俺もね、バトル出て準備しすればしすぎたほどどんどんドツボにハマってる自分がいて、これで落とすって決めちゃうと、そこになんか向かっていく自分がもうどんどん変になっちゃって、はい、まさにそこで落とせないし、まさに栄養。やっぱもう今をね、楽しむ、それだけだよね。そうですね、まさに今の会話みたいな。うん、はい、久々栄養執行猶予上等栄養。じゃあね、鎮座ドープネスから最後カメラに向かって意気込みお願いします。はい、出るんだったら優勝したいです。おはよう。